はい、パーーーのトレーナーのユージです今日はダンベルプレスのよくある間違い腕編ということでダンベルプレスのねよくある間違いなんですけど、まあ、ちょっとね今回はあの腰とかしてからその辺落ちておいてもうちょっとね腕だけにターゲットを絞ってちょっと丁寧に説明していきたいと思っていますまあダンベルプレスね、まあ、胸の大胸筋のねエクササイズなので、えー、当然腕のあり方っても,ものすごい重要なっで、きこれがねやっぱり見てるとね かなり、そのダンベルの負荷がものすごい逃げて逃げて、せっかくその重さを持ってるのに、ダイレクトにこういうふうに触ってないという人がやっぱりかなり多いんですね。そうするとやっぱりもったいないですね。なかなかね、この大胸筋は変わらないです。なかなかね、効果が出にくくなってしまいますので、そこのところをね、きちっと負荷をかけられるように、うまくそのダイレクトに持ってるものはそのまま負荷かかる。まあ、そんな感じをね、感じてほしいわけです。で、えっ、ー、と、まあ、ダンベルプレス。まあ、胸の大胸筋の運動ですけれども、 <よ> <laughs> こんな感じでやってみますちょっとそちらのカメラをチラ見しちゃってるんで <laughs> 気持ち悪い感じになってるかもしれないんですけどもまあこんな感じでやっていきますねで、えー、ダンベルプレスまずよくある場所腕なんですけどこれまず一番あるのやっぱりこれ前腕の中に入ってるってことこれ垂直です垂直垂直のまま ほぼ垂直のまま前腕が動いていくということほぼ垂直のまま前腕が動いていくということです <laughs> これがね前腕が中に倒れてると中に倒れるっていうのは負荷はこっちにずーっとかかってますからダンベルはこっち引っ張っちゃいますねこれほらこっち引っ張るとどこでブレーキをかけなきゃいけないかというと3時になってくる3時の負荷はすごく多くなっちゃいますね だけど、その分、胸に対する負荷というのは弱くなってしまってすなんかやってても、もう、こっちの三時の方の負荷が大きくなってしまうので、胸に効いてるかどうかよくわからなくなってしまうんですね。で、前腕が垂直のままずっと、お互いに垂直平行のまま移動していく。ということなんですね。これが中に入らないということがまず一つ。これ中に入らないというのもあるんですけども、もう一つあるのが、手首の ところなんですね手首のこれも手首もねまあ2種類ぐらいなんですけど、えー、とこれがね降りた時にダンベルはね基本的に水平であってほしいトップでも水平で降りても水平上でも下でもダンベルは水平でいいとしてんですこれがよくあるのがこうなっちゃうダンベルがこう外側にハの字になってしまうことがあるんですねこれも胸に対する負荷がすっごい逃げちゃいます もうなんかどこ行ってるか分かんないぐらいですけど胸に対する負荷がなくなってくる。で片方だけなる人もいます。片方だけなる人もいます。一つはいいけど片方だけなる人もいます。片方だけこういうふうになる人というのはその斜めになってる方が斜めになってる方の胸がもう弱いです。自分がうまく使えてないし弱い方が大体斜めになってきます。 まあこれのチェックはね、なかなか難しいと思うんで、人に見てもらう。もしくはやっぱりね、スマホとかでやっぱり撮影する。まあ人にスマホで撮影してもらって自分が見るというチェックが必要だと思うんですけど、やってみると片方だけ斜めになったりすることはまああるんですね。それは、えっ、ー、と、手、手のひらがね、えー、こう本当は握ってますけど、これは、こう、こういう感じの向きになってる。これはこういう感じの向きなんですなので、ちょっと中にね、この手のひらを、こう、ほら、中指をこう、こっち外向いちゃうのはこういう方向なんですね。降りたときにね。これを、 中指やっぱ上に向いてる状況ならまあダンベルは水平になるわけです。自分ではこれを中にこの手首をこういう風うに倒してくるような動きが降りたきた時にないといけない。これがね、あのー、自分の感覚では水平になってるつもりなんだけれども上にある時はそれでよりいいんですけどそれがそのままのつもりではなぜか降りてけらこうなっちゃう人がやっぱりいるってことですね。まあ一つでこうなりで。 降りてきた時に自分でこうなってしまうのを調整しないといけない。トップと下ではね、肘の位置がやっぱり少し変わるわけですから、微妙に本当は手首の調整が必要なんですね。水平の調整をしていかなきゃいけない。ということ。なんとなく片目玉れねとなんかこうなってしまってとかで、ね、自分で手首をちょっと変な話、こっちに傾けるようなニュアンスが少しないと、水平に。 ななってこないですねで今言った、えー、とこうなってる方を水平に戻すこれをやるとぐっときつくなりますきつくなるけど大胸筋起点であればそれで正しいということこれをでもね戻すとぐっときますその感じもやっぱり探した方がいいですねでこれなってる斜めになってる人も大体こっちこれも入ってますからこう外にこういう感じ、ね、こういう感じの動きをしないとちょうどいい幅の 水平にはななってこここいいということうですこれちょっとね自分では見えづらいんで分かりづらいこともあるかもしれないですで今度はね横から見た感じ横から見た時に肘がかなりのがこういう感じここじゃなくてこれこれ僕は今こうやって垂直ですよね今前腕垂直になってますこれがこうなっちゃうんですね結構いますこれが脇が開いてる感じになっている人結構いますでちなみにこうなっている人が必ず手首を反っていますこの 2つがほぼセットになっていますちょっと今ダンベルがあったから見えづらいですけれども垂直じゃなくて脇が開いている人の場合手首こう必ず反っていますこれはまああのー、脇なんですね胸というよりも脇の筋肉脇の調整も必要なんです正直だとこの唾液の付け根のあたりでちょっと脇を締めるような調整があってようやく垂直が保てるんですけどここの筋肉が弱い脇の筋肉が弱いとふいっとこ逃げちゃう で胸自体もちょっとこの方がやっぱり楽になっちゃうんですね。だけど正直言うとこっちに負担がかかってます。7メートまたこっちに負担がかかってます。ですので、ね、これを少し肘の先、肘の先をほんの5ミリぐらい脇を閉じるようなイメージ。自分の頭の中ほんの5ミリですよ。これね、戻してるとこうグッと戻しすぎる人もいるんですけど、やってる最中になってるならばこれを5ミリ戻すということですよ。そうするとまたこれをグッと胸にい行きます。で,でもそれは正しいです。 これはゴミに中に閉じる、脇を閉じる感じですね。でただし、さっきのように、これ手首はセットになってるって言ったんで、このままゴミに戻すと手首寄り添ったらこんな形になっちゃう。本当は、ね、肘を戻しながらも、手首を戻してる。で、ここは45度ぐらい。真横の水平じゃないですね。これを戻したらこう水平になってしまうため。これ45度ぐらい手首の上にダンベルが乗って、えー、肘がダンベルの真下になる。で、このダンベルの真下の、 肘を押してあげるダンベルの真下の肘を押してあげるという感度です。ダンベルを押すってやってしまうとおそらくこっちから順番に力がります、ね。手のひら手首前腕から順番に力が入ってきちゃってそうするとこう降りた時はもう全くどこに肘があるか自分でも全くわからないんですね。なのでここを乗っけてるだけバランスよく乗っけてるだけで手を柔らかく握って えー、そのダンベルの真下に肘があってその真下で受け止めてるということを確認しながらやってるしこれも多分ね本当は多分撮影しながら見ながらとかやらないとすごく調整が難しいと思います思ってるよりもこうしなきゃこれも片方だけなってる人結構います片方だけ、ね、片方だけブイッて開いてる人も結構います、まあ、これがねちょっと片方だけなってる人というのはマウスの使いすぎでマウスのその本人の使い方で えー、そうなっちゃう人もまままああいますねあのちょっと肘を上げてこういう風にやってる人の場合やっぱりそっちの右側だけはこうなっちゃったりしますで左は特にごくない普通、まあ、何もしてないの普通の状態なんで意外とうまくできたりしてうまくできてたりしてマウスを使って右側だけフィッとなっ,ちゃったりしますその場合ね本当に右側だけクッと戻さないと、えー、整ってこないということですねこういう風に上がっちゃってるんですよ、まあ、両方上がってる人もいるし片方だけ上がってる人もいる これを肘を5ミリぐらいキュッと戻していくね。その時に手首が一緒にこう反ってしまうので手首も本当に戻した状態になっていく。これを戻していく。というのがまあ必要です。これがね、本当にね、自分でなかなかわからないのがなかなか面倒くさいところで必ず撮影チェック必要です。で、今の前腕はだから横から見ても、横から見ても垂直。上からね、自分の頭上から見ても垂直。で、どっから見ても垂直な状態なんですね。 でえー、とそれがここさっき言った握った力が強いともうこの辺全部力入っててそれが斜めかどうかわからないんですよ斜めなのか垂直なのか全然わからなくて例えばねこれグーッと握ってると斜めになってても、まあ、こんな状態になってても全然自分ではわからないだけどこれねじゃあ一回手のひら開きますでこれが垂直じゃなかった場合に垂直じゃなのでこれ斜めこう当然ダメ落ちてきますよね 本当はここに乗っかってて、バランス良くなってて、全員は垂直、横から見てもこれ、垂直のバランスを保ったもので、こうグラ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 っとして、バランスを保てば必ず真下が来るわけですね。力に出てこうなったらわからないということです。力まないで手のひらを指触るだけの状態にしといて、こう、バランスをね、この真下にあるかな、この真上にあるかなっていうのを、バランスを感じながら常にダンベルプレスもやっていけば、垂直のバランスは取れていきます。 このバランスを感じながらやっていくのが大事。そのためにこれ、力まないということ。ぎゅっと力んでやとると力まない。全然この根元の力の入れ具合が変わってきます。えっと、まあ、もう一つ言うなら、じゃあこれが前腕とします。これが前腕で、えー、ここが肘とします。肘の上に前腕が乗っかってて、この上にさらにダンベルが乗ってる状態。ここをこバランスよくこの上に乗っかったままで垂直のま,ま、こういうふうに動いていく。という感じですね。ほら。 これバランスよく言えば全体垂直のままいけるんでしょこれは力んでるとギュッと、ね、力んでると斜めになってもわからないということ。手首をこう掴んで掴みすぎてればこう乗っかってるのもわからないこと。だけど、緩めにする、緩めにする。まあ、もし、た、あの、斜めになったら落ちちゃうという感じです。だからそれをバランスをこれ保ちながら、バランスを保ちながらその上にさらにダンベルが乗ってるものを肘からこの押してる感覚なんですね。このぐらいの感覚でいければ、 前腕は垂直に行けますそれはこっちのこの横の方だしもうそうだし縦の方もそうだし上からもそうだしどっから見ても垂直の状態をバランスで保っていくこうやってほら僕今手,手指を開いてますけど指を開いて手首の前に乗ってこれが垂直の状態であれば僕はこれに指を添えてるだけなんですよ特に掴んでなくてこれとこれっていうのはあまり僕は何も変わらないです指で添えてるだけなんで。 バランスを取りながらやってるということ。前腕の垂直のバランスを感じながら、やってる最中に、このバランスを感じながら降りていく。肘それでまた垂直を感じながら下から押しているというこの感覚なんですね。あのー、結構細かくて、あのー、気づいてる人しか見えないし、なかなかね、ほんのちょっとした部分なんで分かりづらいところなんですけど、そこの垂直の部分、垂直の部分。で、この上の乗っかってる、ね。そういう好きな。 これはね、かなりね、大胸筋に対する効き方というのがかなり左右してきます、えー。今までこう脇開けながらも力んでやって,て結構上がったのが今のを戻していくと上がらないということはまああります。多分3分の2ぐらいの重さ落ちていくことはまあ多々ありますが、しっかり大胸筋をつけたねば、やっぱそのやり方でやらないとかっこいい大胸筋はついてこないですね。結局腕のこの辺ばっかりなんかついてる感じになって、なんか胸は薄くて、えー、全然ついてないという感じになってしまうので、 必ずさっきの前腕垂直頭上から見ても横から見ても垂直でそこをバランスよくやっていくというでそれを修正する気づいて修正するということをやってくださいこのねダンベルプレスのこの腕のやり方ものすごい重要です、まあ、その中で胸を開いて肩甲骨を,を押した時に肩が上がらないこれちなみにさっき言ったこっちから力入ってる人でも体が肩上がりますからね で肩も肩骨も上がらないで腰の足。まあそういうね、いろんなことが入ってきますが、まずはそこの腕のところ、自分のね、やり方は大丈夫かどうか、一度必ず撮影をしてね、ビデオ撮影をして、自分で見てチェックしてください。垂直かどうか。はい。ここかなり大きなチェックポイントになります。もし斜めの場合にはちょっと修正しててください。はい。パーサートレーナンーでした。